防災減災豆知識、ポリ袋で作る雨がっぱ。災害の時に建物の外で過ごさなくてはいけない場合、雨や寒さにどう対応しますか？今回はいざという時、手軽に雨がっぱを作ることができる豆知識です。材料はカッパ1着あたり家庭にあるポリ袋1枚のみ。まず袋の底を手前に、開き口を奥にして縦方向に置きます。赤い線が書いてあるあたりを縦方向に30センチから40センチずつ3箇所にハサミを入れます。この時に切った箇所を雨がっぱの紐として利用します。左から2本目と3本目の間の長方形は不要ですので切り落とします。左右の細い部分の輪っかになっている部分を切り開いて、袋の右端の閉じている部分も縦方向に切り開いていくと完成です。緊急の時に知っておくと便利ですよ。ポリ袋を切るだけで簡単雨がっぱ。